地のいい、もうそろそろカムバックの合図かな。二年越しのつま先が復活乗り上げる。優しいブルース今なら聞きたいのさ。優しいたいのさ。で、このコンテスト自体はヤミーライブプロジェクトという私が中心となった団体で企画しておりまして、ここで今日運営してくれてるスタッフの方が何名かいるんですけれども、そのスタッフと私と含めた総意で、まずヤミーライブプロジェクト賞というのをお一人選ばせていただきました。これに選ばれたから優勝がないとかはないです。それとはまた別で、はい、ヤミーライブプロジェクト賞という賞を、設けております。ヤミーライブプロジェクト賞は12番手に演奏していただきました村越正弘さん、おめでとうございます。賞状ヤミーライブプロジェクト賞村越正弘殿、あなたは令和6年度開催第1回オールエイジズ長野アコースティックミュージックコンテストにおきまして素晴らしい演奏を披露し当初の成績を収められました。よってここに賞します。令和6年7月14日ヤミーライブプロジェクト柳沢ヤミ、ありがとうございます。いよいよ優勝の方を発表したいと思います。第1回オールエイジズ長野アコースティックミュージックコンテスト優勝者は一番に演奏いただきました直木康さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。みんな応援に来てくれたおかげです。本当ありがとうございます。たくさんの方が、ね、応援にいらっしゃって、ね、すごくトップバッターの一番緊張感がある中、すごく会場を温めていただいて本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。それでは賞状を読ませていただきます。賞状、はい、優勝直木ヤング殿、あなたは令和6年度開催第1回オールエイジズ長野アコースティックミュージックコンテストにおきまして素晴らしい演奏を披露し当初の成績を収められました。よってここに賞します。令和6年7月14日ヤミーライブプロジェクト柳沢ヤミ、ありがとうございます。またこういった企画開催できるように頑張っていきたいと思いますので、これからもぜひ応援の方よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット所属と申します。すいません、自己紹介お願いします。お名前なんて、長野市に住んでおります、村越正弘と言います。村越さん、はい、今日なんか特別に何か一つ作っていただいた賞をいただいたんですよね。ヤミーライブプロジェクト賞、これは本来ならばなかったやつみたいなんですね、それで、まさかこんなのいただけるとは思わなくてね、まあ、1回目ということでね、僕は最年長で今日は出演してますけど、まあ、普段ねお酒飲みながらギター弾いてその成果が出たかなという感じで今日はやらせていただきました。ありがとうございます。ギターはいつ頃から興味持ったんでしょうか。そう、ギターはもうあれだね、まあ、僕はその青春時代っていうのがフォークブームっていうのがあってね、だからもう18とかそのぐらいから、まあ、そのギターは触ってはいるんだけど、まあ、間だいぶ空いたりしてるんで、あとはまあ適当に
皆さんとこういう機会があるとギター弾くのは楽しいなという思いが何回もあってね、はい、改めてまたギター弾いてるような形になりましたけども、改めてというと何歳ぐらいになってからですか。そうだ、30もう40近かったかな、はいはいはい、その改めて何かやってみようかなと思ったのはもうだいぶベテランさんという駅だと思うんですけども、いやいやもう僕はただお酒を飲んでギターが弾きたいというですね、あの動機が不純なんですよなんか恋愛についてもなんか語っていましたけど、 あれは実感なんでしょうか。まあそうですね、あの実感で歌いましたね。まあその若き日のね、いろんなこう恋愛っていうのは男と女の人っていうのはいろいろあると思うけども、まあその楽しかった頃のことをね思い出して、あの曲にしたのを歌ってみました。今後どんな風にフォーク、歌っていくんでしょうか。そうですね、あのね、まあ、その先ほど話したけど、僕はあのフォークブームであの吉田拓郎さんをねもう50年ぐらいファンで歌ってきたんです、だからまあこれからはやっぱりそういうオリジナルっていうのがね自分のなんかこう人生を語るのかなと思うので、あのオリジナルを少し増やしていこうと思っています。ぜひ夢に向かって頑張ってください。そうですね、ありがとうございます。賞金もいただいちゃいましたね。じゃじゃん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。長野インターネット局と申します。はい。今、長野県は長野市に来ておりますけども、はい、今、コンテスト、はい、終わりました。はい、終わりました。そして、優勝された方に来ていただきました。はい。すみません、自己紹介をお願いします。はい、中野市からやってきました。直木ヤングと申します。よろしくお願いします。直木ヤングです。直木ヤングさん。はい。1位ということですかね。はい、優勝させていただきました。じゃあ賞状をちょっと見せていただけますでしょうか。はい、なんかみんなの投票で決まるっていうんで、はいはいはい、友達がいっぱい応援しに来てくれたおかげで、うん、あの優勝させていただきました。今回第1回って書いてありますけども、はい、今回のコンテストに参加するなんか理由はあったんでしょうか。はい、このヤミさん主催のアコースティックのコンテスト、はい、去年とかもこのオールエイジは今年初めてなんですけど、はいはいはい、去年とかはあのアンダー20で20歳以下の子っていうのでコンテストやってて、で僕の知ってる子も出たりして、で、まあ、主催ヤミさんも、前から一緒にライブやらせてもらったことがあったり、はい、あったんで知ってまして、で、なんか去年もそのアンダー20の大会の時も、あ、楽しそうなイベントだな、いいな、出てみたいななんて思って、でもアンダー20なんて遥か過ぎてるし、はいはい、と思ったら今年、あれ、その年の枠を外して誰でもいいオールエイジって言ったら、ちょっと応募しちゃおうかなと思って応募したのがきっかけですね。なかなかこういうコンテストに出るきっかけもなかったんで、もともとバンドずっとやってたんですけど、アコースティックの弾き語りっていうのはそんなに慣れてないというか、なんですけど、まあ僕がアコースティックで歌うとしたら、やっぱあのメッセージ性、曲のメッセージ性、歌詞とか、まあその思いというか、まあだから MC で喋ったことや、あの歌詞なんかでこう思いが伝わればいいなと思って、そこにこう力を入れてやらせてもらいました。タイトルはあのこの世のすべてっていう曲と、あとだって僕らは生きているって2曲演奏させてもらったんですけど、まあ、あのどっちもなんか命とか魂とか、まあ、そういうのに関わるような曲というか思いというか、まあ、自分 その人生観 その命のなんか思いみたいなものと、あとあの自分の娘が実はあの障害があって、でその子があの飯山養護学校っていうところに通ってたんですけど、はいはいはい、6年前に実は天国に行ってしまって、はい、でその娘のゆめちゃんからこう、はい、いろいろ教えてもらったこととか、はいはいはい、そんな思いを込めて作った曲がだって僕らは生きているですね。思いが強くこもってたんで、それが伝われば自分の魅力が伝わるかなと思って演奏しました。そして、まあ、優勝されたわけですけども、はい、今後どんなこう曲を作って僕って思うんでしょうか。はい、そうですね、僕もあの曲作る時も、はい、よし作ろうと思って作ることってあんまり少なくて、はいはい、突然仕事中だったりなんか普通に車乗ってる時とかパッと、あ、こんなのってポッて浮かぶんですよね。それでパッと作るんですけど、はいはい、
本当にだからなんか思いがふっと降ってきた時にできるんで、どんなの作るかって言われるとそのタイミングで何とも言えないところもあるんですけど、最近の曲は結構同時にできる曲が多いです。で大体は朝、お風呂、朝僕朝シャワー浴びる派なんですけど、朝シャワー浴びてる時にパッと湧いてきて、で、すっぱらかのまんま部屋に戻ってギター弾いて作ったりします。朝の忙しい中、なんか録音しといたりするんですかね。そうですね、あの携帯で録音の機能あるんで今、はい、それにパッとメロディー口ずさんで入れといて、でその後ギター持ってそのメロディーに合わせて軽くコード進行とメロディーつけて、だいたい思いも一緒にあるんで歌詞もほぼほぼ同時にできてます。なるほど、歌詞とメロディーが、はい。であの明日絶対生きてる保証なんてやっぱ誰にもないんですよね。でやっぱ本当に絶対あるのは今しかないなと思ってて、毎日毎日僕本当に今日一日を本当に最高の一日にしようって、もう今日一日絶対悔いのない一日にしようと思って毎日暮らしてるんで、まあそんな思いでこう毎日生きながら、なんか音楽もその中で湧いてくるのをこう発信していきたいなって思ってますね。今度11月、はい、決勝といいますか、はい、新たにコンテスト、はい、参加されると思うんですけども、はい、優勝した人だけでですね、はい、なんかちょっと意気込みをお願いします。意気込みね、もうあの本当正直テクニックとか、はい、もうみんなベテランで上手い人ばっかなんで、はいはい、僕なんか全然太刀打ちできないようなすごいレベルの人ばっかなんで、まあ、僕のその得意なとこだとその思いが伝わればみんなを少しでも笑顔にしたり感動したりね、なんかできればいいなと思って、まあ僕の得意な分野を生かしてあの頑張りたいと思います。魂のこもった、はい、そうですね、曲ですね、はい、ぜひ夢に向かって頑張ってください、はい、はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、今長野県は、長野市に来ておりますけど、まあ、今ライブハウスで、あるイベントが終わりました。その主催者であります方に来ていただきました。すみません、自己紹介をお願いします。はい、長野市を中心に、総括としてますシンガーソングライターのヤミーと申します。ヤミーさん、はい、第1回目 の、 そのイベントを開催しようと思った、はい、何か理由があったんでしょうか。はい、今回第1回、オールエイジズ長野アコースティックミュージックコンテストということで、はい、あのコンテストを開催したんですけど、はいはいはい、実は昨年、アンダー22長野アコースティックミュージックコンテストっていう22歳以下向けのコンテストを開催してまして、はいはいはい、でそこで年齢制限をかけてあの若手を応援するために開催したんですけど、うん、あのその年齢制限よりも年が上の方たちからあの年齢制限のないコンテストもやってほしいなっていうお話をいただいて、今年はあの実は6月にもあの22歳以下のコンテストを1回やりまして、で今日はあの年齢制限のないコンテストという形でやりました。なるほど、はい、オリジナル曲を2曲という、あ、そうです、まあ、条件があの、はい、コンテストの条件としてはオリジナル曲をエントリーということで、まあ、最大2曲なんで1曲でもいいですよという感じにはなってるんですけど、はいはいはい、オリジナル曲しかダメっていう風にしてましたので。最近そういうライブのコンテストみたいのは少ないんですか。そういうことでも、そうですね、私の知る限りでは、はい、アコースティックのコンテストは、他にはないかなと思いますね、うん、なるほど、はい、そういう意味では貴重なアコースティックの、そうですね、そうやってあの思っていただけたら嬉しいなと思ってます。今後この、まあ、コンテスト、はい、どんな風にこうしていこうというあれがあるんでしょうかね。このアンダー22のコンテストも今回のオールエイジのコンテストも全て11月に開催される長野アコースティックミュージックフェスティバルっていうアコの、はいはい、フェス、音楽フェスに向けてのあのプレイベントといいますか、なのでその長野アコースティックミュージックフェスティバルにつながるイベントとしてそのセットでこうずっとやっていけたらいいかなと思います。あのこういったコンテストのきっかけにライブハウスで演奏してみたいなって思ったりとか、まあ、いろんな、楽器弾いてみようかなとか、その音楽をしたいなって思う人を増やすようなきっかけを作っていけたらなと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、あ、はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。